This week's Amazing Amusements。 今日はオープニングだけちょっと締めっぽくなっちゃうんですけど、鳥山明先生が亡くなり、声優のたらこさんが亡くなりで、イラストレーター漫画家の猪俣睦先生が亡くなり、ここね、この2024年3月立て続けにその、まあ、巨匠やアーティストやっていうすごい方々がね、特にその影響力の大きかった人というか、当たり前にそこにあった作品を、当たり前にそこら辺に作品があるってすごい大変なことじゃん、そのレベルってね。だってドラゴンボールとかドクタースランプを見たことがない、あるいはちびまる子ちゃんを知らない、あるいはゲームやっててテイルズシリーズを知らないって、やったことないはあったとしても知らないがないじゃん。例えばね、まあ、ごめん、さすがにアクエリアンエイジをもう若い子が知らないはもう許そう。でも俺ら世代でアクエリアンエイジのテレビ CM 見たことないオタクはおらんだろっていうさね、思うじゃない。だからさ、なんか影響大きい人たちが亡くなったよね。そうで、この番組ってまあご存知の通り取りだめしてるんでね、もう最近忙しいから取りだめなきゃ無理なのよ。だ取りだめするけどさ、この何回か分、3、4回分だけ取りだめしたやつをわーって1ヶ月放送してる間に2月が終わり3月に入って、もうまあ次々と奇跡に入られてしまって、っていうで、今回久々に収録の日が来たから収録でね、何本か撮ってるんですけど、その中でさ、さすがにまあこれ話さないわけにいかないんですよ。だって私も影響受けてるもん、で特にやっぱり筆頭はドラゴンボールなんじゃないかなと思うんですよね。ドラゴンボールは僕空手やってたんですけど、子供の時にドラゴンボールの影響だったんですよ。だから子供の時にね、やっぱもうちょうど多分セル編かな、フリーザ編の終わりぐらいからだったと思う、ちょっと見てたのが。でセル編からがっつり見てて、セル編だでもめちゃめちゃ何度も録画して見てたレベルは魔人ブー編からで、でたまにテレビで映画のスペシャルとかさ、夏休みとかのスペシャルで昔のドラゴンボール Z の映画やりますとかさ、初代ドラゴンボールのスペシャルやりますとかってさ、あと夏休み子供フェスティバルとかっていうのがあって、夏の朝の再放送枠で初代のドラゴンボールをやりますとかだったのよ。それをビデオに撮ったりしてずっと見てたの。だから圧倒的な影響力があったのドラゴンボールで、小学校の中頃にドクタースランプの新しい方をやってたんだよ。でそれも見てたから、やっぱね逃げれないんだよね、鳥山先生からのその影響からはね。もうあえて言いますよ、逃げれないって言い方が正しいと思うわ、無理だもん。そうだからね、ちょっと今日はそんな話です。はい、オープニングだけ。またラジオやる、ラジオ生活の会話10年この企画何本目かいいですよ、会議カンファレンス見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。はい、改めましてメインパーソナリティの大和凛でございます。偉大な方々がね、こう立て続けにこう亡くなられるともうよくわかんないし、ツイッターとかさ、そういう、まあ、X とかで、どういうテンションでいていいか。だってまあこれいろんな人たちが言ってたんですけど、影響を受けた側の人間ができることなんて、影響を受けたことをもう前提にっていうかね、もうそれを胸にしまって戦って作品作り続けるしかないんですよって言ってて、本当にそうだなと思って、なんだろう、じゃあまあ俺だったらさ、もう今音楽って言ったらもうカバー音楽ばっかりやってるし、まあでもオリジナルも作ってるけどさ、その作品を別にわざわざね取り上げて作るとかさ、それっぽいものをわざわざとかって言うんじゃないのよ。もうとにかく俺が作るしかないんだよ。でその俺の中に入ったそのさ血みたいなもの、まあなんだったら親の声より聞いたさっていうさ、ねドラゴンボールのアニメにしろ親の顔より見たよっていう漫画だったりイラストだったりっていうのをね、そのから今の俺ができてるから、俺が頑張って生きていくしかないし、
俺たちで何かを作り続けるしかないんだなっていうことが本当たまあ俺の中では真理になってて、だからまあこれからも頑張って作っていくしね、イベントにも出ていくしって思うんですけど、うん、まあこれが放送される時はまだ美少女パラダイスの前ですからね、まあ、近いとこだと美少女パラダイスで出たりはしますけど、あの CD がね、まあだからちょっとまあそれらの作品をね CD の中に入れられるかどうかはまあちょっとまた別なんですが、まあ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 頑張るしかないね。まあ、なんか本当にそれしかないんだよな。ただね、できることはそれしかない。で、その思い出語りというか、で僕はまあ正直お三方にはもちろんお会いしたこともなければ、関わったこともその間接的にでもねはないです。ただ影響を受けただけ。それ以上はない。でよくそのね。関係者でもないのにさ偉そうにラジオで喋ったりとかさなんなんとかっていう方もいらっしゃるし、それが間違ってるとも思わないんだけど、俺はさなんかねそういう誰か影響を及ぼしたような方々とかがね、まあ、こうやって奇跡に入られた時に身内しか悲しんじゃいけないのも辛くない？だってさ俺が辛いなってもう作品が新しく見れないのかっていうことがただ辛いから、それをさ辛いねって言っちゃいけないのかって話じゃん。いや辛いですよ。サンドランドもねの先があるのかとかさ、ドラゴンボールだって新しいねダイマってシリーズが秋から始まるけど、あのシリーズだったり、あの新しいテイルズでまた猪俣先生が書いてくれるのかとかさね、あったわけじゃないですか。だそれがもう二度とないってなった時にもう行き場のない感情になるでしょ。だって俺多分だけど、会ったことない人が亡くなったことで泣ける人種と泣けない人種はいると思うんだよ。俺は結構今回泣いてんだよね。3月普通だったら流せない量の涙を流してるもん。もう今ドラゴンボール GT 全部見直すってなってますけど、前に何年か前にドラゴンボール Z のテレビシリーズを サイヤ人編から全部見るをやって、で映画版を全部見るはさ配信に定期的に来るじゃん。あのアマプラとかあの Hulu でもネフリでも来るじゃん。それ来るたんびにさ結構見るのよ、全部一通りわーって。でだ映画のドラゴンボールなんつったらだって子供の時にもねビデオに撮って何十回も見てるわけだからさ、もうしこたまセリフを覚えてますけどっていうレベルですよね。それを見て、で今テレビシリーズだったらスーパーがちょっと前にあったけど、ドラゴンボールスーパーに至っても俺2週テレビシリーズ全部見てるからね。なんでっていうね。なんかたまにさお前それ修行だろみたいなこと言われるけど、いやだって俺の DNA みたいなもんだしみたいなね。で今あれでしょ GT 全部見てて、今どうもスーパー17号編まで来たんだけど、そのあたり見てて、いやすごいよな本当に。いやサインもらえるとこまで行きたかったね。まあこんな話してもしょうがないか。まあそんなわけでですね、正直締めっぽい気持ちもあるんですけれども、まあそれはそれこれはこれですから頑張ってねやっていこう。はい、ということで今日のラジカンまた全然違う話します。ヤマトのラジオカンパネルで250回、キリがいいですが、キリのいい回に締めっぽいオープニングでしたが、今日も頑張っていくぜ。ラジカンテーマトーク、今回は、ちょっと変じゃないけど、まあ、美容健康の話って言ったらいいのかなにします。最近爪自分の爪指の爪のまあそのケアにハマってて、うん、というのもお恥ずかしながら私は爪を噛む癖があったんです。まあ気づいてる人もいたと思いますけど、こいつ爪噛む癖あるなって多分手元見て分かられてたこともあると思うんですけど、あんまりラジオで話したことないです。
あの恥ずかしいって自分でもこれすごく恥ずかしい癖だと思ってたのであんま言ってなかったです。で意を決して僕これをやめたいと強く思っていたのと、もう一個同時に、ギターを弾くのに爪の長さが必要だだったりね、爪硬いしっかりした爪が欲しい、まあいい大人がさぼーっと作業してる時に手癖で爪噛むのなんて俺はかっこ悪いと思ったのね。だから直しそういよいよやめようと思ってたどり着いた結論が、よくあの爪子供が噛まないように苦い薬塗るってのあるじゃん、あれは多分効かないなと思ったのが一つと、どうせやるならでも結果的に待ってるだけで見た目変わらんしみたいな、だったらもうどうせだったら俺は綺麗になってやると、まああの何百列デブが頑張ってダイエットして美人になったろうみたいな、そういうのに近いんですけど、それで行こうと思った結果やったことが爪のジェルネイルなんですよ。だからネイルアートの世界に飛び込むだったので、俺がネイルアートしててもキモいじゃん。だからネイルアートを覚えるっていうので、嫁がネイルアートするんですよ。 この去年あたりからハマってて、去年だか一昨年だかからハマっててやってるので、ちょっと聞いてあふーんってなって、で実際やってもらったんです。爪のもう全然爪がないからない爪を頑張って伸ばすために、そのわざわざレジンで地爪を作るというのをやってもらって、ですごい大変なのね。ない爪をある状態にする、しかも俺の場合はほら仕事上さ爪が汚いとまずいし、で当然俺なんて男だからアートなんて絶対ダメだから、まあパッと見で普通にただの綺麗な爪でなきゃいけないんですよ。でやることが、あの透明の下地処理をした後に、ちょっとその表面に綺麗なまあ乳白色系のやつを塗って綺麗な爪を描いて、その上をコーティングするっていうのをやるというのに至ったわけです。でそれをやってもらって、ガチガチに硬い爪作ってもらって、もうだから最初大変で、キーボードは打ちづらいし、こんな中ね、ガンプラバトル用のプラモも作ってたわけですよ。まだできてないけど俺の中では、もう皆さん放送されてる頃にはもう流れね出てるけど、ないし作るの超大変だし、だってパーツ持ってやすろうもんなら爪の先までついでに削れるのは事実なんだよ。だからさ、もうイライラたまるわけで、ついパッと口に入れそうになった時に、ああいかん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 、まあ爪に違和感があるからすぐわかるから、もう本当に一撃、これはね一撃クリアしました。だから本当にやめました僕。だもちろんこれやめた瞬間、その爪を整理するのやめた瞬間戻っちゃうんで、もう絶対やめたらあかん、やめたらあかん、舐めたらあかんなわけですよ。だからもう俺はもうずっと続けるんだけど、しばらくは。でただ一回綺麗な爪を見ると、あのね、女の人が自分の綺麗な手の爪を見た時に気分が上がる気持ちはすごくよくわかるようになったね。ああなるほどって思った。で爪割れたとかで、まあドンセイレイジじゃないけど、あのやばい爪割れたグルーで補修した、それだけでなんか達成感は超絶わかる、今わかる。でうまく指の爪が綺麗に仕上がった時にふふんって思うのはわかった。でそれは乙女回路じゃないの、でも俺の場合あのガンプラ作ってる時の回路なんだよね、マジで。それは俺はそっちに接着した。だからガンプラ作る趣味のある人で爪やってみるのは全然ありだねって思ったから、ちょっとまあちょっと今ね、右手のね小指がねちょっと割れちゃってるんで、これ直さなきゃいけないんですけど、すごくよくわかりましたんで、あの皆さんもぜひねやってみるといいと思いますよ。爪はあのプラモ好きの人はね、あのであとね、レジンを私結構最近おかげでガンプラでレジンを使うっていうのを覚えました。あのもちろんよくね、やっぱいわゆるガンプラ素材だけで作るってあると思うんですけど、やっぱ応用は効くっていう。で例えばね、パーツの見えないところにレジンを使って固めちゃって、で接着剤でガチガチに固めての時に、いわゆるパテよりも安価だし効果が早いのですごくやりやすいんですよ。でもジェルって液体でしょうと、やりづらくないのっていうところで、レジンにも種類があって、クレイジェルとかいろんな種類があるんですよ。でそういういろんな種類をまあ貼って、でもちろんレジンって接着能力があんまないんです。なんで爪だったらサンディングって言ってね、爪の表面をすごい低いペーパーで鳴らしてザラザラにした上にやらないとすぐ剥がれちゃうのね。リフトっていうらしいんだけど、でそういうのを
もうだからもう専門用語まで覚え始めて、なんか嫁さんがやってくれる以上に自分でいろいろ自分用に覚えて買ってきて100均とかで、だから100均で売ってるのがありがたい。今は昔は多分そんなことなかったですけど、今はそれができるっていうのも大きいね。それをしてさ、もう頑張ってるわけっすよ、もう俺様も。いやー勉強ですね日々ね。ということでね、今日はもうこの話で終わり。まあ私に会った時にちょっとヤマトに爪が急に綺麗になったなって思ったらそれです。はい、恥ずかしいし、ね、自分の癖を悪癖を直していくということで、私は日々僕のね生涯のね、テーマなんです、更新をやめない、自分を変え続けるっていうのがね僕の生きるスローガンなので、自分のある根っこなんてね、そう自分の中にある根っこなんて変わらないんですよ。どんなに頑張ったって変えようがないの。だから変えようがないから積極的に変えていくっていう努力をすることで、真のある自分のより新しい自分を作り続けていられるっていう発想ね。うん。とにかく自分を更新する。うん。根っこを変えずに。なんだ、のべつ幕なしじゃないよ。ここは変えようって思ったとこを次々変えるっていうね。いや、ただまあ、なかなか精神的にダメージはあるよ。努力しないといけないからね。はい、ということで、ヤマトリのラジオカンファレンス、今日はショートバージョンですが、こんな感じ。いやはやあっという間にエンディングのお時間で、まあ締めっぽいところから私のなんとなくの美容健康の話をし、そんな感じなんですけどね、まあ何はともあれ私はね、とにかくだ自分を変え続けていく。でも変えたところで、私の中に流れているドラゴンボールを知っている私であったりね、それからまあちびまる子ちゃんだって見てないわけないっすよね。あんな不思議な芝居ができる人なんてこの世にさ、あの人しかいなかったもんね。だったり、まあテイルズシリーズは私それこそやり込んではいないですけど知ってるさ。で実はカバーで言うとね、初期作品にテイルズやってんですよ、僕の決心の剣をやってるんですよとかね、いろいろない、影響ゼロじゃないので、俺が過去にやったものも俺だから、更新していった俺もそこからつながってる俺なんで、それをね前に向けて生きていくために、俺は俺で何かを作るため、そして俺に影響を受ける人もまあいてくれたら嬉しいよ。ごめん、いる。ヤマトリの影響を受けたって、はっきり言った人もいるからね、少なからじね。ですから頑張ります、僕も頑張ります。でまあそうだね、死ぬまでにできるだけ多くの人に影響が与えられたら俺もいいかなって思いますね。そこはなんか軽いですけど、なんか そういう別になんかなんつんだろうね、もちろん俺に承認欲求がないとは言わんけど、承認欲求のためにやってないなこれはって思うことが俺は多い人だから、だってやりたいからやってんだもんっていうさ、それが大きいからね、どちらかというとやっぱ完成した瞬間だな作品のな。ということで、告知はゴールデンウィークかな、ゴールデンウィークの5月の6日に、美少女パラダイスゴールデンウィークスペシャル出展するぜ。まだサークルスペース出てないけど、どこだか、まあ、申し込みはされてますので、受理もされてるっぽいので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ここでしか 手に入らない、なんかヤマトリンアレンジの90年代80年代美少女アニメの男性ボーカルカバーアレンジの、なんと珍しくカラオケ音源付きというのを出しますので、みんなよろしく。じゃあね、ゴールを決める余裕なんて今はない、誰かを愛することが何かを信じる。